今日は日本の悪い言葉、海外ではカースワードとか言われたりするのかな。僕らがなんかその怒った時とかに、まあ悪い言葉を発出するじゃないですか。それがまあこの、まあリアルではどういうものなのかっていうのをちょっと話せればなと思ってます。なんか基本的なところからいくと、まあ我々そのクソとかいいよね。うん。多分英語で言うと、まあっていうのが多分一番近い感じなんですけど、あいつクソだよなとか、クソ汚ねとか。クソは何でも使うけどね。ポジティブワードにも使うけど。そうね。クソはそう、ポジティブワードにも使えて、まあ強調っていうか、これクソすごくねとかいうような使い方をするよね。で、なんか俺のイメージとしてはそのクソっていうのはそんなに悪い言葉じゃない。悪い言葉の中でもまだ軽い方だと僕は思うわ。次に人をこう罵倒するような汚いは、あの言葉に関して言うと、まあなんか軽いところから行くとバカとか。うん。おめえバカだなとか。で、アホとかも多分同じぐらいのレベルの強さのところにあって、バカ、アホ。他になんかそんくらいのレベルでこう思いつく、まあ、人を罵倒するような言葉ってなんかないかな。人を罵倒する？いや、まあ、あの、もう、あれだな、その、同じレベルじゃなくてもいいや、もうちょいこう、汚いワードと、本当に怒った時とかに、なんか、どういうことを、なんか俺の中で一番日本語で強い悪い言葉って、多分なんか死ねだと思うんだよね、俺。うん。死ねって言うよ。死ねって言うよね。めっちゃ言うけどね、この3人だったら。この3人だったら、もうめちゃめちゃ、なんかちょっとしたなんか冗談とか言った時に、もうお前死ねとか言うよね、普通に。お前がほぼほぼ言ってるけど、9割ぐらいお前。9割。そう、僕はあの言葉汚いんですよね。多分死ねがなんか、死ねが一番究極的なワードというか、本当悪い言葉だと。それぞれさ、本当に怒った時に、例えばなんか誰かこう本当にムカつくやつが前にいるって思った時に、どういう言葉を発すると思う？俺だったら、てめえマジふざけんなクソ死ねとか言うんだよね、俺は。多分。これがもうなんか俺の中での固定フレーズみたいな感じで、なんか出来上がっちゃってるわけですよ。クソ使えねえマジ死ねみたいな。マジ消えろとか。あ、消えろあるね、消えろ。消えろは俺多分言わないな。ちょ、なんかこのままだとなんか俺がただ悪いことは言って終わる動画になるんで。ムカつく人がいても別に言わねえもんな。心の中ではめっちゃ思って言うけど、ムカついた時に。うん、それちょっと口に出したりできないわけ。もうそれ今まで言ったのくらい。クソとハゲと死ね、パスぐらい。なんだ、心の中では具体的にどういう感じでこう言ってるの？いや、その通り。ちょっと繰り返してもらっていいかな。え？いや、だからクソとか死ねとか、ハゲとか、パスとか。え、カス、うん、あ、カス言うね、カス。ちょっと、ハゲとかもはやもう、なんていうか、ちょっとダメだ、ハゲ面白い。いや、ハゲマジ面白いよな。いや、でも電車の中とかでイラつくやつ大体ハゲてるから。ちょっとすみません、ちょっと笑いが止まらないし、ダメだ、ちょっと笑いが本当に止まらない。だって、ハゲってさ、そう、ハゲてる人にしか通用しない。ハゲてる人にしか通用しないと思うんだけど。いや、ハゲは本当面白いな。ダメだ、ちょっと、ボンさんちょっと、いや、ボンさんはその、なんつうんだろう、別に言わないとしても、例えば言われたことがあるとかっていうのはないの？言われたこと？めったにないでしょ、言われるって。言われるないね。言われないし、うん、思わないよな、その、ガチじゃないもんな。友達同士でネタでさ、なんか死ねとかさ、なんかうぜえとかなんかそういうのあるかもしれないけど。あ、うぜえ言うね、うぜえ言うな。はいはいはい。きめえとかうぜえとかも言うね。うん、そういう意味だと。くせえ。くせえ言うね。もうくせえとくせえとか汚ねえとか。なんかネタではあるけど、めっちゃムカついて、その人に対しては別に思わない。さすがに。あ、ほんと。他人には思わないな。ね、他人には思わないってこと、自分には思うってこと。なんか自分自身にムカついたときに、マジ俺くせえ、うぜくせえ、なんか汚ねえんじゃん。には思わない。友達にガチでムカつくとかないもん。うん。なんか、ちょっと、そういう大人なことを言われるとさ、なんか俺のガキみたいな。総じてなんか、この動画はさ、なんか、総じて俺が汚い言葉を発して終わったみたいになっちゃうんだよ。別に言わないでしょ、その人に。いや、なかなか言わないけどね、なかなか言わないけど、なんか例えばすげえムカついて、直接本人に言わないとしても、例えばなんか見えないところで誰かに愚痴ったりするときに、マジあいつクソなんだ、ほんと、マジ消えろ、うぜえ、みたいな。ちょっとガキなんですよね、私が。
ちょっと最後に、海外って性的な表現を使ったその罵倒の仕方がすごい多いんだよ。例えば、その、とか。パグ？パグじゃねえよ。とか。で、これなんか、ちょっとそういう意味があるじゃん。とか、あと、まあこれ F ワードって言われてるのが、なんだけど、あと C ワードって言われてるやつがあって、それもなんか女性器を指す意味で、もっとその多分 F ワードより強い言葉であるのね。あとなんかその、ムカつく男がいた時とかに、日本語で直訳するとチンコ頭って言ったりとか、うん、あとムカつくやつに対してそのケツの穴って言ったりとか、日本語ってそういうのあんまないけど、ないね。けど、一つ思いつくのは、その、やりちんやりまんみたいな。うん。これは結構な罵倒の仕方だよね。ビッチってことでしょ？いや、まあそうね。やりまんはビッチに近いね、多分。童貞とか。そんな罵倒の仕方あるよ、それ。あるでしょ、童貞が。この童貞がって。聞いたことないけどな、俺。例えば、俺らでなんかお前らに向かった時に、うるせえこの童貞がって言うかな。いや、俺らは言うか。別の友達相手にさ、うるせえな、この童貞がとか言わなくない？なんか怒って。聞いたことない。怒らんもんな、まず。いいよ、そういうなんかその、僕は怒んない大人ですみたいな。大半そうじゃない？そのなんか、言うか。その、とかさ、そういうやつも外人、どのタイミングで言うの？ちょ、外人って。そういうふうに日本の人が外国の人のことを外人って言ったときに多分言うんですよ。いや、なんかでも、基本的に怒ったときにやっぱ言うよね、なんかこう。それ俺らが友達に対して死ねとか言うノリじゃない？いや、まあそういうノリでも言ってんの聞いたことあるし、もうガチで言うときもあると思う。そうね、ちょっといろいろ発散しちゃったけれど、まあ日本語のその悪い言葉っていうのはちょっと、まあ一通り今日我々のなんかこう言った中に出てきたかなと思うんで、まあ、語学習得って、まあ、悪い言葉から覚えていくっていうのも一つの方法だみたいなことを聞いたこともあるんで、日本の仲良い友達ができた時とかに、まあ、ちょっと冗談のノリで、まあ、少し使ってみるっていう、まあ、ありかもしれないです。でも気をつけてください、使い方は。今日は以上です。ではまた。